はいどうもお茶です。じゃあ今日はねジョニーを使ってランクマをやっていこうと思います。人いるかどうかなんですが、結構いますね。でもね4ピン設定にしたらはずなのに13段じゃなくて3ピンの方が出るというね。まあいいや、やっていこうか。うん、まあもうね、もう今日はね眠いんでね、とにかくもうとっととっとと対戦始めてね。あやべ、この人2ピンだったらやばいな。これ多分 5F6F とか行くんじゃないかな。まあ仕方ない。うん、仕方ない。多分いきますよ。あ、4F か。あ、やれる。全然やれる。やべ。さあ、とにかくコイン投げて。こう。無理だね。くそ。漏れた。あれ？これ大丈夫？すげえ怪しい匂いするんだけど。これね。ジャンプに6機当たった時ね、どうすればいいか分かんなくなっちゃうんですよね。高くなっちゃうんで。だからね、適当に補正切ってます。なんかすげえ怪しい匂いするんだけど大丈夫か。これクソみたいな甘いです。本当はやっちゃダメですよねこれね。中段もう一丁。これはまあこれはガチの初心者っすね。いやーすげえ申し訳ねえこれ。いや、早く段位上げないとですね、俺ね。このままで完全に段位詐欺になってるんで。やべえ。対処がわからん。マイパンが出ない。タッチ系でね、対空しようとするバカだから。あ、ちょ。やってねー。お、コンボはしっかりできる。こう、ああはめられる。助けてーちょっと焦りすぎましたね。いやしっかりでもセットプレーとコンボはできる感じの方か。あんまこれ調子こいてると負けますね。これ無理。これさ、マイパン当たった時どうすればいいんだろう。うまい。へぇ。なんか、何なんだろう。すごい立ち回り怪しいですけど、対空もしっかり出るし、置き攻めのセットプレイもしっかりしてますし、ねえ、結構。なんかすげえガード硬いな。投げるか。これで終わりましたね。多分当たるよね。はい、女キャラだからね。浮き高いね、女キャラ。もうガード硬いんで、とにかく投げまくりますか。でしっかり投げのこう意識を散らしたところで、多分暴れとかね、まあ、その他もろもろやってくると思うんで、そこをね暴れ潰して買ったりとかね、そういうの見せていかないとダメですね。ガード硬いのこの方。いや珍しいよな。でも初心者の方で基本ボタン押しっぱな方多いけど、こういうガード硬い方って多分すぐ上手くなりますよね。適当にボタン押す飛距離全然いいと思う。本当になんかすごい偉そうに言ってるけど、しっかりだってね、フリー仕込んでジャンプもしてますしね。それ俺ですらしないからな。まあバーストね、ほんと経験ですよね。もう全部経験。これね、わかんないんだ、この仕切り。ごめん。あまあこれで一つね、わからん殺しということで覚えてもらいましょう。ミストファイナーは、切りを重ねるとガーフになりますと。通称、切りはめね。
いやー、俺ジョニー使ってて一番面白いのがね、霧ではめてる時なんですよね。いや減るの。いやーミスったな。なんか前パンが本当に出ない、ジョニー使ってる時やばい。どうすればいいんだろうこれ。あー投げ、あー俺も投げ返したんだけどな。もう使っちゃいますか。あやべ、いやー前パンが出ない病。なんかジョニーの前パンあんま信用できないんですよねまあでも結構性能的にはいいのかな、一般的なのかな、わかんないけど多分暴れない。うん、いやでもね、何なんだろうな、やっぱ結局は脳死暴れもダメなんだけど暴れなさすぎもダメっていう。まあ、そこら辺本当読み合いっすよね結局。絶対やっちゃダメな行動っての多分格ゲーってないんだよな。まああるかもしんないけど結局やっぱ読み合いになってるって話なんだろうな。まあどれか一つでもねちゃんとやっぱ見せていってそれに対応するとかね、そういう形でやられないと結局一方的にねやられるだけになっちゃうっていうのが多分格ゲーですよね。はい、ということでね、今日はこんな感じの動画になりました。なんか内容的にはあんまりねすごい申し訳ないようなあれになっちゃったんですけどね。はい、まあでも今日は対戦なっていなかったしね、仕方なかったのかなと思いますね。ということでご視聴ありがとうございました。失礼します。